岡田由紀子のちょっとお預け。さて皆さんからねいっぱい応募していただきました、由紀子のオリジナルトレーナープレゼントなんですけれども、来週のこの時間に発表したいと思いますので楽しみに、応募した方ワクワクしながら待っていてくださいね。そして昨日で24、25と、中間テストがありましたけれども終わりまして、ほっとしてるとこなんですけれどもね、今日はあの24、25、26と、コンサートがありまして、今日コンサートが終わったんですけれども、もうはっきり言って頭パニックでしたね。もうシワを覚えなきゃ、歌詞を覚えなきゃいけないし、テスト範囲も覚えなきゃいけないし、振りも覚えなきゃいけないし、頭が本当にもうパッパラパーでしたけれども、なんとか無事に終わって本当にほっとしてるとこなんですけれどもね、皆さん本当に来てくださった皆さんどうもありがとうございました。そしてもうテストも終わって、来月の5日からは私は修学旅行に行ってきます。北海道なんですけれどもね、とっても楽しみなんで、皆さんにはねお土産話をいっぱいお聞かせしたいと思いますので、これもまた楽しみに待っていてくださいね。それでは来週のこの時間までちょっとお預け。